はい、もうね、察しがいい方わかりますよね。私が、高テンションじゃない時に何があるかっていう話前したよね。こう、いいですか、まあ、入ってきちゃったんですよ。やばいっすよ、これこれ、これこれ、これ知ってっかな。知ってますか、この人。もちろんコルビ選手ですよね。チェスリンだよね、確かね。チェスリン・コルビ選手ってもう南アフリカのウィングでさ、この19年ワールドカップ大変だったじゃん、うん、決勝トライかなんかしてね、すっごい、あ、そうね、イングランドです、ね、そう、エグいトライしてます。エグいじゃん、もうファンいっぱいいるじゃん。彼今去年、うん、その前トゥールーズにいたんですよ、この人、はい、で去年移籍したんですよ、こちらに。いいですか、こちらのチームに移籍したんですよ、トゥーロンね、トゥーロンに移籍しました。だけだったらそんな盛り上がらないでしょ、みんな、はい、これ見てください、何してますか、この人。なんかペン持ってますね。持ってるでしょ、ねえ、持ってるんですよペン、はい、なんでですかね。でね、このジャージがまたね、もう入っちゃってるんですよ、コルビーって名前がね。で14番も入ってるんですけど、けどなんか汚れかな、これ。あれ、違うじゃないですか。見てこれ、コルビ選手のサイン入りのアウェージャージですよ。もうね、なんて言えばいいんだろう、もうないっすよ多分こういうの。なかなか、なかなかない、なかなかないがあるのがうちじゃないですか。違いますか。合ってます。ですよね。もうね、コルビ選手、コルビって書いてあって、背番号入って、直筆のサインが入ったジャージをなんと数量限定でゲットしましたっていうご案内なんです。でね、もうね、もうなんかサイズとかね、ワンサイズぐらいしかないんだって。もう、L か XL か、L これ1枚しかないんだって。L。で、他全部 XL です。あの、もうね、サイズとか、うん、じゃないでしょ。着ないでしょ。着る？着ない。着て、洗っちゃって消えちゃいましたとか最悪じゃないみたいな話じゃないですか。というわけでね、もうね、もうないよ、これ以上俺に何を説明させるのっていう。コルビ選手のサイン入りの、まあ、レプリカですよ、レプリカアウェイジャージでございます。トゥーロンのね、21モデルのね。何なんすかね、 IW 普通に私来るわけですよ俺にピシッとか言ってこれお願いしますみたいな、そんなんでいいのかなって思うんですけど、良くない。だってコルビだよ、コルビ選手とかすごいよね。ちょっと人間離れしてるよね、動きね、うん、そう思いません、ちょっとおかしいよね、おかしいですね、ね、すげえなーって思うよ本当に。はい、なんで、あの、もうファンの方はねたまらないんじゃないですかねと思いますけどね。で今回ですよ、あの、初めてですよ、今までは商品アップして動画撮ってたからタイムラグがあって、これをこの公開した時にはもうないじゃんっていう話がいっぱいあってですね、お叱りとかねいただいたわけですよ、いっぱいねえじゃんみたいな。本当にね、しょうがないですけど、まだ YouTube、 まだね、まだまだ過渡期です、私の YouTube だから。今回これに関してはちゃんとやろうと IW に言ったんです。撮って公開してからアップしろよと、あの、販売開始しろよと言ってあるんで、これだけは間違いないですよ。この動画を見てる瞬間にはまだ売ってないですから、いいですね。動画がだいたい公表されるのは12時とかじゃないですかね、12時ですよ今日多分見て。で公表して各種 SNS でアップしましたを公表した後に販売しますから、皆さん慌てずに待ってくださいよ。だこれ見てすぐ下行っても多分ないですよ、まだリンクとかね、ないないないけど、あの、買えるようにはなる、今日中に買えるようにはしますから、よろしければ見といてくださいね。したらちょっとまだ詳しい時間まで決めてないんですけど、あの、まだ販売してないですから落ち着いてくださいね。もうでももしかしたらページはできてるかもしれない、で時間はもう書いてあるかもしれないんで、まあ見てから、まだ買えないけどね。はい、というわけで今回初めての試みで、私がやってから販売開始ってことになってますんで、よろしければですよ、あの、見ていただいて欲しいなと思ったら買ってください。はい、なんか買ってください動画になっちゃったな、初めて、やだな、嫌な感じだったな、まあいいからです。今回ご紹介したのはもうこちらですよ、だからもう本当にトゥーロンの21アウェイジャージ、
コルビ選手の名前と、背番号と直筆のサイン入りのジャージのご紹介でした。販売方法とか販売の時間は下を見てくださいね。よろしくお願いいたします。では